品川真珠、俺と結婚しようぜ。よーい、スタート。真珠さんからプロポーズしてきた相手の生活態度を見てきてほしいと頼まれてきました。今回その作品の中で関わる中で、大志くんのやっぱ役柄に対してしっかりこう情熱を持って、キャラクター同士のバックグラウンドみたいなものをちゃんとこう理解したい、できる限り知りたいっていう、なんかその姿勢が学ぶ面が多かったなって感じました。いわゆる獄中結婚というやつですが、死刑囚との結婚は周囲の理解がまず得られない。やってみなきゃ分かんないですけどね。私はね、真珠さんが無実なのではないかと思ってるんです。いつか一緒にお芝居したいなって思いはもうずっとありましたし、本当に尊敬する先輩でもありますし、で宮前と新たの関係性っていうのもこうちょっとずつこうバディのようになっていくっていうところもあって、そこがすごく楽しみで嬉しかったですね。あなたは真珠さんから信頼されている。彼女の中にあるその闇を晴らしてほしいんです。切ない表情こそ惹かれるんですよね。その一緒に話してないんですよ、やっぱここアクリル板あるし、うん、ただその中でその、うつむき加減の雰囲気にすごい魅了されたというか、はい、なんか引き込まれたなって感じましたね。なんかこれすごい感覚的な表現、ちょっと難しいんですけど、痛々しさっていうのはある種の魅力なんですかね。そこに引きつけられた男もいたと思いますよ。真珠もどこか宮前先生にしか見せない表情もあるかもしれないし、安心感がもしかしたらあるかもしれないし、で宮前も宮前で新田さんに、彼女の心はとても弱いんですよってこう彼女のことを説明するんですけど、夏目さん、やってみるじゃ困るんですよ。彼女の心はとても弱い。どこか彼女のこうマニュアルじゃないけど、自分なりに彼女を解釈してきた部分もあるだろうし、うん、そういう部分をちょっとでも垣間見えるようにできたらいいなと思いましたね。やっぱり我々人間がやることによって、生々しさだったりとかキリキリした空気感が出たらいいなと思いながらやっていたんですけども、映画としてのこうピリッとした表現となんかどちらもミックスされていて、はい、すごく楽しく見えました。みんな僕が殺したの、みんな僕に死んでほしいよね。いろいろなことがしっかり含まれてて、もちろんそのサスペンス的な要素もあるし、駆け引きするかのような演技でのこう面白い部分っていうのもたくさんあるし、あとやっぱりその結末になるにつれて、スリリングになっていくので、そういうところも面白いなっていうふうに感じて、やっぱ参加できてよかったなって本当に思えるような、現場でした。僕が怖くないの？怖えよ。絶対新たを裏切らないし嫌わないし、誰かを殺したいならちゃんと手伝うし。やっべ夏目新たの結婚。